皆さんこんにちは。今日はいつもの安価で面白いゲーム紹介ではなく、今絶賛ハマってます動画です。皆さんには需要がないかもしれませんが、こんな面白いゲームがありますよと見ていただければ幸いです。今絶賛ハマっているゲームがこちら、バック4ブロッドです。あの伝説の FPS ゲーム L4D の制作人が作った、いわば L4D さん。それがこの B4D である。このゲームの発売は10月13日なんだが、デラックス版を購入すると4日前から遊べることができてしまうんだ。そう、私はデラックス版を購入し早速遊ばせてもらっている。L4D を知らない人に向けてお伝えすると、ゾンビを撃って先へ進むゲームです。4人協力プレイが基本で、助け合いながら進んでいきます。まだやっていませんが、対人戦もあるとのこと。L4D2 の時はチャージャーをよりうまく当てるように練習したもんです。で、ストーリーモードを一通りやった感想は、時間があったら買うべし、ハマったら最後抜け出せなくなる、といった感じ。というのも、かなり難易度が高いです。それも理不尽なくらいに。さらにランダム性も高く、毎回同じでもないので覚えゲーでもない。4人の絆がとても大切なゲーム。まあ L4D の時も最上級の難易度の場合かなり難しく、こんなのクリア無理だろって思ってましたけど。B4D はそれ以上にこんなの無理だろって思ってやってます。で今回は L4D と違って新しいシステムがカードシステム。カードシステムとはどんなものなのか、簡単にお伝えすると、ローグライクのようなランダム性を付け加えるシステムと思ってください。プレイヤーを強化できるカードはもちろん、敵マップに付与するカードも存在します。例を挙げると、霧のカードが付与されるとそのマップに霧がかかるとか、ゾンビ体力アップのカードが付与されると雑魚ゾンビが強くなるとか、どのカードが付与されるかはランダムで、毎回新しい発見があるわけですね。もちろん、複数枚カードが付与されます。霧がかかったマップになった上でゾンビが強くなったり、何回やっても面白く遊べるように工夫がなされています。それで、プレイヤーを強化するカードは15枚まで持っていくことができます。はじめはそんなにカードの種類もなく、強さもそこまでなんですが、遊んでいくと物資ポイントってのをもらえます。それで、新しいカードをアンロックさせて強くさせていくわけですね。結局15枚しか持っていけませんので、その辺は考えてデッキを組むことになります。そしてここがポイント。他のプレイヤーとカードが被ると無駄になります。厳密に言うと無駄にはならないのですが、ほぼ無駄になるので最上級の難易度をクリアする場合などは、カード被りがないようにデッキを組むことになりそうです。またキャラの特性に合ったデッキ構成も必要になりますので、デッキを何種類も作っておくといいでしょう。カードの種類がそれはもうたくさんありますので、デッキ構成でかなり悩んでしまいます。ほんで今回操作できるキャラは8人。それぞれ特性が違って、アタッカーキャラ、サポートキャラ、医療関係に強いキャラ。L4D ではキャラによっての違いはヒットボックスぐらいしかなかったと思いますが、今回はキャラの選択も重要になってきます。個人的に FPS が苦手でも楽しく遊べると思っています。近接武器もあり、バットとか斧とかブンブン振り回して AIM が上手くなくてもゾンビを倒せますし、結局のところ協力ゲームなので、いかに意思疎通ができるかが鍵となります。ほんで結構きついなと思ったのが物資。特に弾薬。節約しながら進まないと、弾薬が枯渇し積むってことが何回もありました。とにかく、このゲームをどんなゲームかまとめると、カードをアンロックし強いカードを解放し、それを15枚まで持っていき4人で協力しながらゾンビ倒してゴールまで進むゲーム。正直クソほど面白いです。なので、今何か新しいゲームが欲しくて、FPS もそこそこできて、協力プレイとかしてみんなで遊びたいなーって思っておる人は買いです。間違いなく神ゲー。値段は8580円と少し高めな気がしますが、ボリュームはかなりありこの値段分遊べるかと思います。少し前にウォーキングデッドの4人 COOP のゲームもあったんですが、あまりにも売れなくて開発中止になったとか。ちなみに僕はこのゲーム50時間ぐらいやって、かなり当時ハマってましたけどね。難易度が高すぎました。B4D は仲間とわちゃわちゃしながら、はたまた野良で意思疎通しながらクリアしていく。ドンパチできるので無双感あって楽しめると思いますよ。ウォーキングデッドのゲームはまず銃撃つとゾンビにバレるから、基本バットで倒すそんなゲームでしたからね。クロスプレイも備わっていて、Xbox、PS、PC といろんな人たちとマッチングします。バトルフィールド2042ほどのスペックは必要ないです。具徳970あれば問題なく遊べるっぽいので。DF やりたいけどグラボがなぁ。今高いしなぁ。はいそんなあなた、そのつなぎとして神ゲーの B4D 超おすすめですよ。
今動画シリーズ的に安価で面白いゲーム、私の推しゲームを出していますが、これから、私気になります早期アクセスゲーム、という新シリーズを動画で出したいと思っています。これはどんな動画内容なのかというと、早期アクセスしてるゲームを遊んでみた結果、個人的感想を述べる動画です。例えば最近のゲームだと、このメタルドスブス。現在早期アクセスとしてステアムで販売されています。このゲームを遊んでみて、これは期待してよしウィッシュリストに入れておこう。と個人的な感想を伝えする動画。近いうちに動画アップすると思いますのでぜひ皆さん参考にしてください。この D4D をおすすめすると同時に、次の動画の告知案内の動画でした。皆さんも D4D 買って一緒に遊びましょう、絶対にハマりますよ。ということで今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。